平野紫仕様インスタフォロワー400万人目前。キレキレダンス、色気だだ漏れショット、質問箱3時間。最高ファンさ、レムソー。こんにちは、尊敬する読者の皆様。平野紫仕様、ショウの、の魅力にどっぷり浸りたいという皆様、お待たせしました。新たなエンターテイメントの旅が、インスタグラムの世界で繰り広げられています。 滝沢秀明氏が率いる新会社、とべ、への合流を果たし、元キングプリンスメンバーとしての平野仕様が、インスタフォロワー400万人の壁に迫っているのです。この記事では、平野仕様の魅力が詰まった彼のインスタグラムアカウントを探検し、その最高のファンサービスに焦点を当てます。解説からわずか1ヶ月と3週間で、 彼の魅力的な投稿がどのように人々の心を掴んでいるのかをご紹介いたします。質問箱との3時間マラソン。平野市用のインスタグラムアカウントにアクセスすると、彼がファンとのコミュニケーションをどれだけ大切にしているかがすぐにわかります。最も印象的なのは、ファンから寄せられた質問箱への回答です。たった3時間の間に、 平野は150個以上の質問に回答しました。その姿勢はファンサービスの究極を示すものでしょう。彼の質問箱回答の中で彼は箱プロと自虐的に称しファンに感謝の気持ちを伝えています。このようなアットホームな態度が彼のフォロワーにとっては大きな魅力となっていることでしょう。彼氏感満載の写真。 平野の仕様は彼のインスタグラムを通じて様々な魅力的な一面を披露しています。彼は寝癖部屋やハンダのショットなどプライベートな瞬間を赤裸々に共有しファンを驚かせています。その姿は彼の人間味ふれる一面を感じさせファンとの距離を縮める要因となっています。また彼の洗練されたファッションセンスも注目に値します。 全身ルイ・ヴィトンの衣装やカフェでレモネードを楽しむ姿は、彼氏感あふれると評判です。ハイブランドの着用が話題になり、その商品は即完売となるほどの影響力を持っています。ダンスの魔法。平野仕様は、そのダンスの才能でも知られており、最新の投稿では久しぶりにダンス動画を披露しました。 ラフなスウェットとキャップの装いでキレッキレに踊る姿は再生回数千万回を超え、その圧倒的なエンターテインメント性を証明しています。業界のプロも認めるエンターテイナー。平野仕様の魅力について話す際、彼を称賛する声が多く聞かれます。かつて彼が出演したドラマ、 黒サギの演出を担当したい井康原氏も彼の魅力について語りました。気がつくとみんなが平野耀を大好きになっている。潮のここから先が楽しみで仕方ない。彼は最高のエンターテイナーです。と、これまでの彼の成功は印象的ですが、これからも平野耀がどのような姿を見せてくれるのか、ファンとしては楽しみで仕方がありません。 彼の魅力を追求し、その成長を見守りたいと思います。結論。平野仕様は、インスタグラムの世界で無敵のファンサービスを提供し、フォロワー400万人に向けて駆け上がっています。彼のプライベートな一面、質問ばへの熱心な回答、ファッションセンス、そしてダンスの才能は、ファンを魅了し続けています。今後の彼の活躍に期待し、 彼のエンターテインメントの世界を一緒に楽しんでいくことを願っています。ご覧いただきありがとうございました。皆様も平野仕様の魅力にどっぷり浸って、彼の素晴らしいエンターテインメントを楽しんでください。